動画してるのは前回の動画で。好きな中華をさ、エビチリって言ったけど。はい。好きな中華料理は何ですか？まあ、エビチリがまあとりあえずホイコーロー、餃子、焼き飯、油淋鶏は中華なのかな。油淋鶏は中華やね。チンジャオロース、麻婆豆腐。でもまあ一番好きなのはやっぱエビチリだな。一番好きなのはやっぱエビチリだな。俺空心菜の炒め物の方が好きだったわ。空心菜の炒め物の方が好きだった。ちょっと待って、空心菜って何？中国のさ、空心菜っていうさ、はい、なんだよそういう野菜が。はいはい。その空心菜ってどんな感じかっていうと、うん、空っぽの芯の野菜の菜、はい、ああはいはい。なんかその口の中身がその空っぽのね、空心菜っていうのがあって、これの食感がシャキシャキしててめっちゃうまいんだわ。おお、そうなの。空心菜のバターソテーがめちゃくちゃ好きって言い忘れたなと思って、あの後めちゃくちゃ後悔したわえ、ちなみにそれはほんまに中華料理なの？空心菜は絶対ね、中華だと思う。だって俺中国人のさ、高校の友達が教えてくれたの、うん、ああ、じゃあ中華。彼がこれめちゃくちゃ美味しいよって言って、で、六本木の中華料理屋で食べたんだけど。六本木六本木の中華料理屋で中華料理屋のおばちゃんがさ、こんなもそに空心菜食うやつらあんまりいないからもうとんでもない量の空心菜みたいなもの出してくれて、えげつない量すげえ量ってまたそこで作ってくれたら思うけど相当なんか中国通の人来たみたいな、なったんですよ。本当に嬉しかったんだと思う。その空心菜みたいなものをこんなにバクバク食うやつらえげつない量出してくれた今天的视频到此就结束了。我以后听说有空心菜，中华料理种类可真不少。如果觉得这个视频还不错的话，请大家关注我，同时不要忘记点赞和投影片。期待里面的评论，使用中文、日语、英语都可以。再见，拜拜。